あなたの蜃気楼イマジナリーとイルハトバットでーす。はい、イルハートの皆さん、こんにちは、こんばんは。それからイルハトさん、はじめまして、イマジナリーです。イルハト、あれ、イルハートさん、なんかイメージが違うような、もっとピンクっぽかった気がする。バットは弟バット。そんなことに今回は重要な用があってやってきたバット。イマジナリーはイルハートバット。もちろんですよ、イルハートの中のイルハートです。今日もね、イルハートちゃん来れないって聞いて寂しいけど、その分頑張ろうって思ってます。そんなイマジナリーに真のイルハートなら満点間違いなし、イルハートクイズにチャレンジしてもらおうかと。イルハートクイズ？え、高得点だったらイルハートちゃんのグッズがもらえるとか、そういうやつですか？そんな甘いものじゃないよと。全部で25問で1問4点、70点以下でイマジナリー消滅決定よと。え、消滅？いなくなるってことですか？え、そんな急に、なんで？私この間生まれたばっかりなんですけど、私緊張すると答えられなくなっちゃうんですよ。どうしよう、やだやだ、イルハートちゃん助けて。大丈夫だよ。なんでこんなことに。正直なところ、イルハートのイマジナリーフレンドって何？一度戸惑ってるハット。このクイズに答えて自分も証明しろハット。準備はいいハット？うん、大丈夫だよ。お手柔らかにお願いします。では始めるハット。イルハートのキャッチフレーズは？あなたの心にイルハート。どこの非公式バーチャル YouTuber？ 株式会社コンパイルハートさん。イルハートのママは誰？つなこママさん。好きな食べ物は？お肉とタピオカ、それから練乳。イルハートのデビューはいつ？2年前だから2018年の4月。イルハートは何人姉妹？4姉妹。イルハートの誕生日は？6月の前半だったような。デビュー曲は？大好き。このサビを歌ってください。好き好き大好き、だだだだ大好き。はい。公式だったのは何日間？1日。なかなかやるハット。こっからは上級編ハット。いたー、いい感じです。初めてコラボした VTuber は？天神琴音ちゃん。初めて実況プレイしたゲームは？イカサママージャン。イルハートはゲーム上手じゃない？イルハート10個の目標の8番目は？ 8番目？なんだっけ、イルハートちゃんもきっと覚えてないよ。イルハートの家はどこにある？え、目隠しできたからわかんないよ。なんか、草原みたいな。イルハートの部屋のドアの色は？見えなかった。ピンク？シャープ53、隠し撮りとかほんと無理だからと言っていたセリフは？無理。アドベンチャー界に登場するゾウさんの名前は？中岡ちまちさん。最新グッズは何？サイコロと紙コップ。イルハートの目の中は星ですが、最初の候補は？またボツになった理由は？ハート。なんかエッチな感じになったから。イルハートが持っているメガネの種類は？インテリ風のメガネとタモリさんみたいなサングラス。イルハートが初めてアキネイターに挑戦した時出てきたキャラクターは？エレーンさん。一番最初にやったアイキャッチを再現して。大好き。イルハートと急接近ドキドキ妄想シチュエーション出し動画の動画の長さは？9時間ぐらい？めっちゃ長いですよね。ラスト問題発表。イルハートが作った生々しい料理のこれは何？具体的にお答えください。
何これ、これ食べられるやつですよね。なんかチョコですか。終了。あ、大丈夫だよ。結果発表。あ、大丈夫かな。76点だった。あー、でも100点取れなかったけど、でも合格できた、大丈夫でした。わーい。まあでもそりゃそうですよね。私イルハートちゃんから生まれてるんですから、まあできて当然ですね。はい、すごい。ハットスタッフの平均点が60点ぐらいだったからダメだと思ってたけど、予想外な結果になった。ハット、いやそんなこと言わないでくださいよ。すごい緊張した。もうなんか消滅とか言われたからすごい変な汗かいちゃいました。もうお風呂入りたい。それでは最後にイルハートのみんなに一言ください。ハット、はい。イルハートのみんなはどのぐらいできましたか。結構難しかったよね。私も結構焦っちゃいました。でも安心してください、きっとイルハートちゃんがやっても40点ぐらいしか取れないと思うの。だから大丈夫だよ。はい、これからも一緒にイルハートちゃんを応援していこうね。みんな何点取れたよとかコメント欄にぜひ書いてくれたら嬉しいです。好きな食べ物は、パンですかね。なんか、いろんなパンあるじゃないですか。しょっぱいのとか、甘いのとか、もうなんか、全部好きなんですよ。なんか、あれ、メロンパンとかも好きだし、あとは、なんだろうな、焼きそばパンとか、あと、なんかサンドイッチとかもすごい好きで、照り焼きチキンと卵のやつがあるんですよ。すごいそればっかり買っちゃって、なんか一週間に3個ぐらい同じやつ食べたりとかするぐらい好きで、あとなんだろうな、甘いの、なんかでも大体のパン好きなので、あ、フランスパンとかも好きです。なんかバゲットも好きだし、バタールも好きだし、フィゼルとか、そういうのも好きで、なんかね、美味しいパン屋さんとかあったら、教えてください。よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いします。また見てねー。